私固定よりここにしようかな。この録画シーズン3ですか？シーズン4に決まってるじゃないですか。私は視聴者さんに新しいものをいっぱい見てもらいたいんですよ。その心構えはいいんですが、ここもう何もないですよね。ヘンチマンパイセンがいるじゃないですか。このヘンチマン白ピストルしか落とさないだろ。マリサ気持ちの問題よ。気持ちの問題。気持ちいい。霊夢さん壊れたんで OP 入ります。はい。皆さんこんちぃ、ゆっくり霊夢です。こんちぃ、ゆっくりマリサだぜ。そしてヨウムちゃんですよ。ここで皆さんに謝らなければいけないことがあります。ブームドメインにあるミシック武器間違えてたとかか？そういえばそんなこともあったね。この人反省する気ありますか？私が言えるのは、このチャンネル頼っちゃダメだよ。大丈夫だぜ、誰も頼りたくないし。なんで？それは霊夢さんが一番よくわかってるのでは？敵倒してくれてありがとう。でも君も用済みだから。はい、炎上、炎上。マリサー。霊夢さんが炎上するのが嬉しすぎて飛んでいきましたよ。まあ私虫の息になった敵倒すのが大好きなんで。というよりも、虫の息になった敵しか倒せないんだろ。やめてそのお仏を見るような目を。お仏を見る目はやめても、お仏に変わりないですよ。そういえば間違えてたミシック武器だけど、立ち直りは世界一だな。オラに元気を分けてくれー。っていう武器です。誰も元気ないんですけど。まあ普通に元気玉みたいなやつだろ。元気玉わからない人はドラゴンボール見た方がいいよ。さすがにわかると思うけどな。というか私が謝りたいことこれじゃないんですけど、これじゃないなら逆に何があんだよ。撮影外で2回ビクロイしました。ただそれだけですけど。霊夢さんは撮影外どれだけあるんですか？実はですね、撮影外ってちょっと撮影疲れたから一回録画なしで試合に行こうってノリなんですよ。だからそんなに撮影なしでやることないんですよね。わかりました。撮影外はチート使い放題ですもんね。君は何がわかったのかな？要するに撮影外は視聴者さんに通報されないからってことだよな。そんなこと言ったら証拠ないからマジに受け取る人いるだろ。本当のことを包み隠さず言ったら楽ですよ。確かにいい。って使ってないわ。おいそこから撃つのはヤンキーだろ。お、またストームで死ぬのか。今回はしっかりペッパー持ってきたから大丈夫ですよ。はい、あなたはシールドないし体力も減ってるんじゃない？ほんとかな。うまそうなもの食ってんじゃねえ。今回のアプデで SMG 弱くなりすぎじゃね。前シーズンの SMG が強すぎたんですよ。あの私から一ついいですか？人生の悩みなら聞くぞ。そこまで深刻じゃないけど、このミシック武器。せめて足早くしてくれよ。体力回復できて移動できますけど、敵からすれば的ですもんね。クソエイムの私でもわかる。これはただの的だと、クソエイムを認めるんだな。だってこれですよ。わぁ、まるで当たる気配がなかったです。もう諦めとこ。何してるんですか？お芋さん美味しい。マジでイモル実況者とか考えられないよね。喧嘩売られたんですけど、ほんとこういうのやめてほしいよね。数秒前にやってたことだぞ。マリサまさかそんな。いやお前だろ。私人が戦ってる時邪魔しないんで。なんかこんな映像が出てきたんだけど、これは、銃が暴発しちゃって、完全に上の敵狙ってましたしね。たまにはそんな時もあるさ。お前のキルの9割落下だろ。いやどんだけ私陰湿な戦い方してんだよ。霊夢イコール落下だもんな。世界共通の認識ですね。おいおいこの動画の戦闘シーン大体雑談してるぞ。戦闘という戦闘してないだろ。全部キルパクですもんね。逆に私がキルパクする以上のスキルあると思うか。なんと。盲点だった。全然そんなことないですよ。とかいう声かけないんですか。嘘をつくのは見ている人を不快にさせるから。残念ですが本当のことを言うしか。ここで好感度上げようとしなくていいから。バレた。私視聴者さんだ好き。霊夢さんは何言っても好感度下がるだけなんで。視聴者さんの9割私を見に来てますよ。逆に霊夢のせいで視聴してくれる人も来てくれないんだよ。本当はチャンネル登録者100万人いってる予定だったんですけどね。それは夢見すぎだろ。そうだぞヨウム。霊夢なんてツイッターで20人を20万人に持ってたんだから。わ、危うく霊夢さんと同じ域に落ちるとこでした。別に夢見させてくれてもいいだろ。霊夢ってこの打ち合い弱いよな。逆になんで見えないのにエイム合わせられんだよ。実はみんな霊夢のこと見えてるんだぞ。そういうチート使いましたもんね。それ私が一方的に不利になるだけだろ。そして私の勝ち。負けだろ。スキル的にも勝負的にも負けてますね。はぁ、私勝ちましたよ。こんにちは。やめろー。勝負的にも負けだろ。いや、まだ終わってない。頑張ったと思いますけど。シールドなかったからな。私負けるの？次の試合も頑張って負けましょう。
後半はソロに絶望を感じたのでスクワットです。そして安定に撮影後から始めたんですね。え、バレないように言わなかったのに。だってもう2キルしてんだろ。なんでキル表記とかあるんですかね。キル表記あるせいで霊夢さんビクロイしても喜べないですもんね。それ私がビクロイしてもキルできてないって言いたいんか。その通り。ポンポン、20しか入ってないから生きらないでください。この人多分ボットさんですよね。パパパラダイス82ですって。え、マリサのパパ。そんな名前のパパいたら私いじめられるだろ。大丈夫マリサ、私は好きだよ。ありがとう、私の弾丸を浴びてくれて。マリサ、私のこの頃の趣味はトウモロコシを集めることです。そのトウモロコシを霊夢に投げつけたい。何しれっと怖いこと言ってんだよ。何ちょっとオシャレにしようとしてんの。ちょ、せっかくオシャレチャンネルにしようとしたのに。一生できないんで努力しない方がいいですよ。まず車におっさんが乗ってる時点で無理だろ。マーベルだぞ、世界のマーベルだぞ。へぇ、どんな内容なんですか。世界を守る。私たちも見たことないんでそういうことにしとくか。でもスパイダーマンは見たことあるよ。スパイダーマンはマーベルに入るんですかね。私的にはどっちでもいいって気持ちがあるよ。まあただのにわかだしな。それにアメージングスパイダーマンしか見たことないし。はい、私のエイム神だね。ボット倒して生きられてもな。今回のマッチそんなに強い人いないね。というよりも4人のパーティー見ませんからね。確かに、そんなに積んだら落としますよ。めっちゃ釜振ってたな。てことで家庭菜園してたら勝ちました。めっちゃ納得できないんですけど、これじゃただのゴミ動画なんでキルシュー取りに行こうか。いやだー、ここからは無言なんで、チャンネル登録と高評価してくださると嬉しいです。じゃ、キルシューな。うへあれ、疲れたからシーズン3の残り、こういうやつです。ご了承ください。